しょいしょー、マリンちゃん先生のおやつタイム。あ、はい、皆さんこんにちは。はい、ということでね、はい、ね、初っ端から意味のわからんテンションで始めていきたいと思いますけれども、はい、マリンちゃん先生のおやつタイムということでですね、今日のおやつはなんじゃらほい。今日のおやつって言うのかな、飲みもやの、飲みもやしな、これ。なあ、よいしょ。はい。今日はね、ちょっとヤクルトを食レポしてみたいと思います。はい。ちょっと今日ね、ちょっと仕事部屋で撮影してますので、ちょっと周りがおっちゃらかってる感じなんですけれども。はい。ね、久しぶりに飲んでみたいと思いますよ。冷えてるわ。よいしょ。これ、蓋がさ、ちゃんと開けへんな、これ。なんでもっとスッと開くように作らんだろう。よし。ということで、はい、ヤクルトですね。いただきます。美味しい。これ、子供の時とかね、めっちゃ飲んでたんかな、やっぱり。これ一時期ただ甘いだけやんとか思ってたんですけどね、今、改めて飲んでみると、もう酸味が結構効いてて、なんか甘酸っぱい感じの、甘酸っぱい、なんやろな、ヨーグルトみたいな。ヨーグルト、そうやな、飲むヨーグルトに近いような味が、なんかこの蒸し暑い時間帯にね、いい感じやなと思います。そっか、ヨーグルトこんな味やったっけ？なんか昔に比べてやっぱり美味しくなってるのかな？なんか私たちが好むのときとかは、何やろうな。ただ甘いだけのような気がしたんですけど、なんかすごく美味しいです、今。ね、久々に飲んでみたら。で、この瓶の形も可愛いですね。なるほど。なんか一気に、ビシャッと入って、飲むときに一気に入ってしまわないように、この形。っていうのはなんか聞いたことありますけど。うん。うん、久々に美味しいです。それではね、今日はちょっとカメラの容量が十分にある状態なのでね、で、完食するところまで撮ろうかな。うん。うん、美味しいです、これ。本当に、なんやろ。なんかお砂糖のたっぷり入ったヨーグルトの味に近いかなーって感じです。うん。ああ、美味しかった。はい。一気じゃないな。言われました。めっちゃ美味しかったです。はい、あ、じゃし。ということでですね。マリンちゃん先生の今日のおやつは、ヤクルトでした。はい、ということで、今回は、ね、また、ぐだぐだで、しょうもない感じに 終わってしまいましたけれども、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。